皆さん、ハッピーニューイヤー。2020年最初のレッスルワン TV が始まりました。ナビゲーターはレッスルワンオフィシャルサポーターチャーワンの中野のぞみです。今週のレッスルワン TV は大晦日プロレスの祭典12月31日エディオンアリーナ大阪大会をお届けします。それでは早速行ってみましょう。さあ、6選手が入り乱れてのリング上です。どうするか、どうしよう、調査誘い、はじめが円錐切り、藤村が三河に対してブレンバスター投げ切りました。権利があるのは三木と大文字、この2人です。観客席を往復するランニングエルボーパット振り返す大文字、あ、それでも三木が向かっていく。さらにバックドロップ抱え込み式で決めてまいりました。片指固めはカウント2。何やれば力を込める、カウンターの右腕強烈です。足をかき鳴らす大文字、そう後方から、いや前方回り込んで、いや強烈、後頭部下高打ちつけた、返せるか、これで、いやまだです。あ、よく返しましたね。三木拓郎自力で返してまいりましたが、あ、今度は逆エビ固め、どうだ、がっちり腰を落とした大文字、あ、それでも引きずり戻す、引きずり戻す、一番遠いところまで、ここでギブアップです。まあ、僕自身来年はクルーザーフェスの出場も決まってるので、2020年は僕自身大躍進の年にします。ありがとうございました。今月だけ見れば冬フェスでクルーザーフェス争ったり、後楽園第0試合から本戦に上がったり、今日こうやって大きな舞台で戦えてる、こんなにチャンスがあるのに何も残せなかった。もう今年は終わりなんで、来年2020年、来年はもっと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 強くなります。以上です。ちょっと待って、ちょっと待って、次の後楽園に大ゾロで、俺なんでまた大ゾロなのね。お前とは12月やる予定だったけど、はい、まあ流れたじゃん、はい、もう一回これで大ゾロなんて仕切り直さなくていいから、本当に2ヶ月連続大ゾロって何考えてんだよ。もうふざけるのも大概にしろ。さあ G と F を場外にやっておいて、河野が抑えるところ、ノータッチ飛び込むヒーロー、これ河野も被弾、河野も思いっきり後頭部に被弾してしまいました。結構みんな緻密な試合しますよね。入れ替わった、バックドロップ落下三式、正面からいきます、無直の内側から満席ヘッドバット、さらにカウンターのパワースラム、ということはダイビングヘッドバット来るか。日本の大晦日大阪にマシン噴射固め、これでどうだ、スリーカウント、一子相伝マシン噴射固めです。トランプマシン軍団、大晦日レッスルワン、ソルグマシン軍団もね、初の他団体ってことで、しかも今ドラゴンゲートではちょっとユニットが、休止状態になってる中で、ね、まあ、元から配れてたカードなんで、まあ、今日3人で組んでやりましたけど、やっぱり久々ストロングマシン軍団やっぱ組んでみるといいですね。やっぱりこういう場がなんか今後もなんかないと思うと少し寂しい気持ちもありますけど、まあ今年デビューして2019年なんかいい形で締めくくれたんじゃないかと思うんだね。まあこれから、まあ私個人としては、まあ、ソロで、まあ、ドラゴンゲート世代としてやっていくことになりますけど、まあ、もっと一歩も二歩も前進して、また成長した状態でこのストロングマシン軍団またいつか組む時が来れば、またその時を楽しみにしたいと思います。今日はありがとうございました。何なんだ、何なんだ、何なんだ、あいつ新人賞無敗記録
ドラゴンゲートスーパーストロングマシンの息子、十分味わいました。もう一回やりたいね、もう一回やりたい。負けた人間だからこんなこと言う権利なんかないけど、だけどどん底に落ちた人間だから言わせてくれ、もう一回やりたい。山下とマシンじゃい、ストロングマシンじゃい、もう一回やろうぜ、マシン対岩石、もう一回やろうよ。さあ、本田がこの2人に対してどこまで立ち向かっていくことができるか。場外戦では劣勢を知られました。おっと、この体ふわっと宙に置いた。カウンターのエルボーは本田です。回復は大丈夫か。エルボー連携を繰り出します。下からの膝、さらにノーザンライトスープレックスホールド、ブレッジの効いたこのノーザンなんですが、ワンコツきた。ああ、の連打。これですね。乱れ打ちです。ああ、これ大晦日108発いきますか。さすがにそこまではないか。ダブルのパイナップルボンバー。おたけび。どうだ。カバーに行かない。ああ、吉田も飛んできた。まずい。吉田隆のサイバーボム。問答無用。ねじ伏せました。俺らなんかな、まだ5割も出してないぞ、4割しか出してないぞ。セラプ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 、俺らドラゴンゲートに勝てると思うね。俺らおい甘いんじゃこら、おい甘すぎんだぞこら、おいおい、これでよかったやろ。2020年も俺たちの土地やシャラップ。レストランとドラゴンゲートの対抗戦に自分から選ばれて何も結果残せなかった。本当に悔しいです。あいつらだけは絶対許さねえからな。次リングで会ったらきったんきったんだよこれ。大下さんも OK が出たんですね。そうですね。アンブラック、さらにタックリーグは3戦全敗。全敗だったんです ね。 そうですね。結果には結びつかなかったんですけど ね、 まあ、全く結果が出なかったという状況でした。わあ、エルボー強烈、かなり硬いですね。はいはいはい、何ですか、何ですか、どうするんだ、どうするんだ、何です、あー、もうレフリーが戻れと、離せよ、離せよ、まだ戻れた。切れてしまいましたね。ケイズイとトンショはどうだ。おお、ケイズイ場外へ、トンショが、お、鉄柱越えのコンヒーロー堀口元気に対してファイヤーバードスプラッシュ、ズバリ決まった。どうだ、スリーカウント。なんとペガソイルミナル堀口元気からスリーカウント。今日のね、対戦カードの上に未来とかフューチャーとかなんか書いてあったかもしれないけど、もうそれを言われるのも今日で終わり。来年からは別に俺らは未来なんかじゃなくて、これから今だから。来年は俺も投手陣ももっとトップ先生に食い込んでいく。おい、ドラゴンゲート、大したことねえな。おい、俺ら2人でもしっかりスリーカウント取れたからな。悔しかったらうちのリングでもドラゴンゲートのリングでもいつでもどこでもやってやるよ。次やった時も結果は一緒だよ。おい、一つ言ったことは負けは負けで認めてやるよ。あいつらの作戦がたまたま当たっただけだからな。おいおい、作戦は何だか分かるか。俺みたいなジジイをいじめることだ、あいつら。おい、楽しみやがれ。おいおい、お前二十歳やったな、この野郎。
お前がおぎゃって生まれた時からこっちはプロレスやってんだよ。まあね、自分的にはあんまりただって出ることがないんで、僕はちょっと楽しむ感じで行ったんですけど、ちょっと負けちゃったらちょっと悔しいかなってのがあって、まあいつかまた機会があれば、全然また来たいと思いますよ。おい刑事やったらいいぞお前、これからおいレストランとドラムゲートやったらいいよ。もう俺はな、今日で終わりだ。ダメだよ、また来てもらうよ。その時はマジで、あ、よろしくお願いします。タッチルールもっと勉強してきます。ありがとうございました。もうなんか余分な力を使わず相手にダメージを与えるみたいなね。さあここはぐるぐる入れ替わった。ただ対角線走ってジャンピングハイ、そしてビーストボンバー、あ、来ますか。キャノンボール。お、SK を宣言したが田尻が足をすくう、まさに。そしてドロップキック。あ、そしてここで、あー、グリーンミスト誤爆。児玉今視覚が完全に奪われています。奪われています。ニューティラビーストボンバー。さらに SK 視覚から飛んでまいりました。カウント3。これはグリーンミストの誤爆、結果的に敗戦を呼び込んでしまいました。緑だけど汗もかいてねえぞ。なんだあいつら、勝手に目つぶしとドキリと反則ばっかして、しまいには自滅だ。おい作詞作に溺れるってか、お前それにしてもチープすぎんだろ。楽しくねえんだよ楽しく。おいチャンピオンだぞ、 OW のチャンピオン、レスルワンクルーザーのチャンピオン。おいもうちょっとやる気出してこいよ、正面からバチバチだよ。今日はエル・リンダマンもティオークもいないから全部吉岡さんが喋ってくれた。ありがとうございました。どうするか、ダンキングして避けた。これも読んでいる。向き直ってブレンバスター。あー、ジャンピングして叩きつけてまいります。西良寺完璧に投げましたもんね。オスカイキックか。いやフェイントだ。サッカーボールキックだ。的が大きいだけに蹴りがいがある、蹴り応えがある。カウントは2。さあ得意技ナチの滝、これはかわした。ラリアット意地でも行きますね。セカンドロッパーのダイビングセット、今回も2度目で決めました。どうだ。カウントは2。ニックキ先輩を超えるチャンスではあるんですが、あ、再び西良寺が下からの蹴り上げ。冬の大阪に、ナダルが発生。西良寺はまだあるぞ。ホエロが赤川鉄橋、雄たけびを上げながら赤川鉄橋、分厚い体打ち抜いてスリーカウント。出せないか、出せなかったですね。先頭者コーナーの上で動けなかったのが痛かったですね。実は河野とちょっと話しました。河野の最近の悩みとか、まあ近況報告聞きました。なんか河野で考えてることがあるみたいで、いつか一緒になんかできたらいいなと。これは俺は完全に個人的に思ってるけど、レストランには、いろんな選手がいて、まあいろんなね楽しみなこともたくさんあるんで、まあうちの選手ダイモンドとイカホー、まあ今日挙げてもらったけど、いろんな交流も含めてやっていきたいとなと思います。まあ熊嵐、もう本当にもう一戦級の選手です。彼はもう一若手じゃない。チャレンジマッチでもないし、まああのコンディションであの体使いこなせてる時点でもう普通の響きじゃない。もう本当に、彼は本当に選挙です。本当に、26日12月の稲川に負けて、自分で何が悪いのかなとか、俺は弱いのかって自問自答してたけど、今日西良寺、いや
サイさんと当たって確信した。俺はまだ弱い。だからサイさん、また降りてってくださいよ。勝ち逃げ、勝ち逃げだけはダメですよ、サイさん。さあここで大井田が、テーブルクラッシュパイルドライバー。ここでスイッチを入れました。パトランプが回る。通常よりも今日は大晦日が3倍の火薬という話だったんですが、さあどうだ。あ、抑える人間がいなくなった。ここ消しましたね、消しましたね。対するはフルメタルワイルドの3人。あ、大仁田を座らせて、大森高尾がスイッチオン。富山ラブ、大仁田に対して爆風が、大阪大花火、なにわ延長。大森がチャンスの大仁田を捉える。なんだ、何があるか。振りかぶった、レッドミスト。これが邪道か。兄、大丈夫かよ。おい、今日悪いな。せっかくの3人のタッグがよ、こんな形で終わっちまった。爆破したな、見事に。いや、一発目はすごかったな。だから帰り血じゃねえけど、あの衝撃ビビったね。食らってない人間ですら吹っ飛ばされたぞ。あの爆破の言い方。ダメだ、体中が痛い。あの爆破含めて鬼出しだってことはよく分かったよ。その仕事だ。コメントはもう出せねえよ。でもよ、一つだけ言いたいことがあんのか。一つだけ何が言いてんだよ。俺の原理ばっか付き合ってくれてありがとう。爆破しやがってよ、男らしいな本当に。なんてワイルドな野郎なんだよ本当に。これが最初で最後か。この爆破野郎だよ本当に。これが最初で最後のフルメタルワイルド。さあ、爆破さんまで終わんねえぞ。まだ続きあるのか、ネクストがあるってのか。ああ、大森さんと明さんよ。確かに。今日はもういい経験させてもらったよ。最高の刺激だった。でもな、通常の5倍の爆破を用意してますってアナウンスがあったんですよ。俺そんなの全く聞いてないんですよ、試合前に。それはどうなってんだよ、レッスルラインは。大森さんよ、聞いてねえよ。3倍、3とか5とか関係ねえよ、おめえ。大森さんよ、大森さん。それは俺も、そんなこと何も聞いてねえぞ。俺もアキラさんも聞いてねえよ、その話は。とにかく爆弾の火力の量がプラスいくら倍な、何倍なのか、296倍なのか何倍なのか知らねえけど、とにかくよ、ちょっとお昼ごらん、バックだ、おらおこしてくれ。男らしく被爆しやがってよ、この爆弾兄貴が。どうすんだ、この後。いいよ、ネクスするのか、ネクスか。おい、やるよ。見前の言う通り、何でもついてるぞ、俺は。いいことに爆破しやがって、これだろ。男らしいな、ほんと。さあ、命を殺しといて。何を見せるか。捕まえた、大外刈り。これは立花の得意技。立花成功、追いかけて、くっ刺しのビッグブーツは吉達。ドロップキック、その顔面に突き刺したドロップキック。ガンズエルボー、ローリングエルボー、乾いた音がしました。さらにこれはエビス落とし。この技でタッグタイトルを取った。さあ、ガオラ TV チャンピオンシップはどうか。カウント2です。
まずいですよ。あー、コンプリートショットから吉田スファンタジー下の幻想に体を起こすか飲み込まれるか立花。ああ、ダメかダメか。あー、止めた、レフリーが止めた。立花落ちてしまった。別にこのベルトは俺もらったぞって試合中に確信したよ。だけど、なんだろうな、全部手のひらの上で転がさろったかっていうという感じだな。ワールドフェイマスって言われることだけはあるみてえじゃねえか。そうか。だけど何より一番悔しいのはレフリーストップってとこだよ。負けるんだったら自分で手叩いて負けたかったよ。そんな情けねえ、一番情けねえレフリーストップ、クソが、二度とレフリーストップなんか走ってやんねえこの野郎、クソが。さあ、そして秋山俊、対するは伊藤孝則です。いや、1年3ヶ月ぶりの復帰戦で、河野さん、はい、秋山俊ですか。初めから前に出てましたね。いやー、エルボー強烈。もうそれでも引きません。どう狙ってたんでしょうね、秋山さん。そうですね。ただこの右腕、右肘一つ連打です。あと秋山が今どれぐらい取り出して、手元来るぞ、来た、ランニングに終わりかいとイケメンが助けに入ります。だけど秋山とはやる気はありません。ブレンバスターの打ち合い、投げ切りました。コンディションそんな悪くなさそうですね。しっかり戻って、はい、でも11月の後半ぐらいからずっと道場で練習したのを見てたので。そうですか。結構もうなんか動ける受け身の練習とかも結構見てたので。なるほど。ああ、シンキングタイム、カウンターのラリアット。お、秋山潤のラリアット珍しい。もう恐怖で顔が歪んでいる。いや、もともと歪んでいたか。いや、こすっていく。ストップストップ。新次郎に水面蹴り。どうするか。今度はセカンドロープ、スイング DDT。 スイング DDT。 この二人を殺せるとまずいですよ。おっ、かわした、ぶちかまし。大谷はフライヒールキック。いやー、綺麗に戦争を広げてまいりました。さらに風林にはブロックバスター。社長ぶっ壊れた。ジャーマン、いや、一回転トラスキック。あ、後ろから大谷が狙っている。ミサイルキック発射。さあ、さらにまずいスターです。秋山潤が膝です勝ち上げた。そうすると、あ、まずい、パワープラント。これで終わりかい。社長笠谷氏自ら。何、あれ、何の恨みがあって俺に来んの、あれ。いや、俺は何、何の恨みが俺にあんの。すいません、伝えますはずなんですけど。何や、あれ、はい、あの石の若いも景気盛んなもんで。あんたってちょっと失礼ですよ、あれ。この前と種がどのような花を咲かすかっていうのが、はい、すごい楽しみです。はい、あの伊藤選手の行動は、あれ、カズ林選手の社長のこれ思惑というか、あれ、種を負けって言ったこの作戦じゃないかと俺思ったんだっけ。絶対負きましたね。負いた。でも、あの伊藤選手と秋山さんの絡みって、なんか僕もね、燃えてくるもんあって、なんか次を想像しちゃったんだけど、うちと若いのぶつけたいな、あの伊藤君とかに。ぜひぜひ。そしていつか、秋山さんにも嘘分からんぶつかって、はい、あれ以上の見せてくれると走ってたんだ。もうそれは勘弁してほしいです。それなんか次の流れ、俺はそれなんだって。もうやめてくれ。1年3ヶ月ぶりにこのリングに戻ってこれたから、あとはほんまにもう暴れて、この伊藤孝則がレスラーの頂点に立って、どんどんタナンタイをぶっ潰して、
この俺がこのプロレス界の主役になっていきたいと思います。2013年1月3日全日本後楽園以来6年11ヶ月ぶりの遭遇、離れ際一戦張り手、低空ドロップキック、あ、来ましたね。あ、今度シュが入ってきた、ドラゴンスクリュー、石川修司もドラゴンスクリュー、スワマにもドラゴンスクリュー、そしてレッスルワンのロゴマークの上、フィギュアフォーレッグロックはショット仕方め、武藤が大学生を振ります。まだバケたんだね。あ、シャイニングウィザード、フライドラゴンスクリュー、お、ラブポーズから出るか、シャイニングウィザードブロック、今ブロックしましたね、読んでいる、投げる、あ、行きますか、ラストライドか、持ち上がるか、ゼウスが入ってきた、バイセプスエクスポーション、石川膝、もう一つ石川にも行くゼウス、リングに、いや落ちない落ちない、いやしかしたまらず、あ、ゼウスも追いかけていきます。スワンダグのミサイルキック、望月、いや、ドラゲー最年長49歳、若い、しかしぶっこ抜くのは近藤修司、現在のレースでは副社長、今、最強ハイキックですね、カウンター、変えましたね、そして、あー、だめだ、行かせない、行かせない、行かせません、スワマ、なんとジャーマン投げっぱなし、シャイニングウィザード。どうなる、ランニングロー、もう一つ、あー、キングコングラリアット、ショートレンジ、いや、それぞれが意地を見せます。ゼウスが入ってくる、さあ、持ち続きはここで三角切り、あー、武藤へのアシスト、さあ、再びラブポーズ、2019年大阪大晦日先行が走ったシャイニングウィザード、さあ、これでスリーカウント、まあ、会場チーム、ね、今年のベストタッグ、まあ、それに、ね、近藤が入って昔ながらの、ある意味、非常に強敵だったっすよ。それに比べも、うちら、今日組むの初めてだからな。ただ、そんな中、ね、勝つことができたのが、ね、頼もしいこのパートナーの、二人のおかげということで、まあまあ、スワマ、多分かなり俺を意識してたけど、いや、いい意味でも悪い意味でも、なんかあんまり変わってないというか、羽ばたくところ、本当は見てみたいけどな、なんか少し、今はね、全日本と違う外の世界が、いまいち働きが聞こえてこないというかね、逆にはあえて、来年、スワマ期待してますよと。いうところですね。俺からは以上。全然足んないよ、お前。何するの？タッグやって、お前。なあ、物足んねえんだ、俺にとっちゃ、お前。シングルだよ、お前。シングルマッチ、お前。やんねえか、お前、納得いかねえよ、お前。まあ、あれだな。今日は、分裂から、ね、初めて、ね、全日本に、ね、全日本代表として、ね、レッスルワン乗り込んでさ。初めの、ぶん殴った、あれで約6、7年の、俺の、もう積み重なってたものがさ、あれで全部俺は溶けたな。あの一発でね、すげえ俺かけてたよ今日。あとはもうどうでもいいぐらいの、負けたけど、終わってみて負けたら、まあ、悔しいな、ただこれでね、俺の中でのね、レッスルワンとの冷戦は終わった、そう言えるね。じゃあこっからだよ、こっからどうすんだ、レッスルワンはよ。近藤君よ、終わりかこれで。いや、2人はね、素晴らしいレスラーだよ、やっぱり、それはやっぱり俺らレスラーにないものを持ってる2人、どっかで呼ぶ。赤コーナーが今のところ、何ですかこれ。
パッと権利がないのに入ってきた。場外に出す。やりたいことだけやるということですかね。ああ、なんとわがままな。そうですか。エレボー、エレボーの打ち合いです。ちょっと足のがリング上で呆然。お前何やってんのって感じですね。足の的には邪魔された感じですよ ね。そうですね。ラーニングロー 11.1 自身気まで痛めた。まあ、1ヶ月半欠場して5日前の26日熊嵐とのタイトルマッチで復帰しました。シャッターチャンスですね、これ ね写真を撮れと。どうするか。清宮入ってきた。試合に関係ないんですが、ジャーマン投げっぱなし、叩きつけるように稲葉にもグリップ離さない。2発目ジャーマンスープレックスホールドになった。どうだ、カウントは。カウントは2、カウントは2。エルボスマッシュ、カウンター。おっ、ここで入るか。いや、いや、しかし後ろから清宮ミサイルキックでカット。中島入ってくる。エルボー、エルボースマッシュ。どうするんだここで。2人でジャーマンの共演。さあどうだ、カウントは。カウントは2。まあこれ、あの清宮も稲葉もですね、タイガースプレックス得意にしてますからね。ダイビングヘッドバット、連携が見られました。オーバースローからのダイビングヘッドバット。さあここで腕をしっかり伸ばしきることができれば極反りまんじゅう固め完成となるんですが、それは足のも分かっています。吉田ニック、後頭ぶちつけた。うん、足を取ろうというところ。いや、ここできた。タイガースープレックスホールド。どうだ、これでスリーカウント。いや、まだです。どうだ。いや、違う。再びタイガースープレックス178。これでスリーカウント。2019年レッスルワンラストマッチ、最後締めたのは第15代レッスルワンチャンピオン。今日は、プロレスリングの代表として新しい景色を広めに来ましたけど、十分、その、幅が、新しい価値の可能性が今日で広まったんじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱりいろいろ肌で感じるものもあったし、まだまだ負けてられないなっていうのを感じられたし、すごい意味のある大会だったと思います。やっぱり今日大晦日という日にプロレスの興行レストランがして、そのいろんなイベントがあるだろう。いいですか、稲葉選手、今日の試合をして名前覚えたよ。でもベルト持ってたんだね。よくそれでこのベルトを持てるね。でもさ、ベルトが泣いてるよ。もっと輝いてるはずなのに、あなたと同じでくすんじゃってるよ。なおさら今日で興味なくなったわ。頑張って。ちょっと待ってくださいよ、中島さん。そんなこと言うなら次のレスラー無差別級の挑戦者、新たにお願いします。いや、俺と戦ってください。いい、俺はいい。興味ないんだもん、だって。まあでも好きにして。別にいいけど、俺は行くか分かんないけど、まあ好きにして。次期挑戦者まだ決まってないんで、あんなこと言われてたら俺も逃げるわけにいかないんで、僕は次期挑戦者に中島和彦選手を指名します。あとは会社が決めるかどうかです。そして必ず勝ってレストランのベルトをまたノアにも広めていきたいなと思ってます。ありがとうございました。
それでは今後のレッスルワンの情報を紹介しましょう。レッスルワンクルーザーフェス2020トーナメントの組み合わせはご覧の通り、1回戦は 1.18 横浜大会と 1.26 春日部大会、準決勝は 1.31 新木場大会、決勝は 2.12 後楽園大会で行われます。続いては1月12日後楽園ホール大会の対戦カードです。土井選手が OWE 無差別級チャンピオン入江選手に挑戦、近藤選手と曽谷選手の一騎打ち、クルーザーフェスへ向けたスペシャル6人タッグマッチが決定しています。さあ今週のレッスルワン TV お別れの時間となりました。来週は1月12日後楽園大会の直前特集をお送りします。ナビゲーターはチアワンの中野のぞみでした。2020年もよろしくチューチュー。